皆さん、こんにちは、モノモースです。本日のテーマは、秋篠宮家の学校を選びと友人様の進学問題についてです。この記事を読んで、多くの方が感じたであろう疑問や意見に対して、私なりの見解をお伝えしたいと思います。まず、ニュースの概要からお話しましょう。秋篠宮家の友人様が、東大や筑波大に合格される可能性が報じられていますが、それは果たして本当に喜ばしいことなのか、多くの疑問が投れかけられています。特に、昨今の秋篠宮家の教育方針に対する批判的な声が上がっています。 いるのです。記事を読んで改めて感じたのは秋篠宮家の教育方針には複雑な背景があることです範子様が使用された低傾向進学制度によって友人様が筑波大学附属高校に合格されたことは多くの人々から公平性に欠けるとみられていますさらに今回の大学進学にも同様の疑念がつきまとっているのです私の主張はまず教育方針の透明性を高める必要があるという点です具体的な例として学習院に行かなかったことが一石を投じる結果になってしまいました学習院はか かつて皇族が通う伝統校としての役割を果たしていましたが友人様はそこを選ばなかったことで秋篠宮家に対する批判は一層強まったと言えるでしょう一方で範子様の焦りや不安も理解はできます将来の天皇にふさわしい学歴を求める母の気持ちはどの家庭にも通じるものでしょうしかしそれは公平性を欠く方法で実現されるのは問題です法の下の平等という基本的な価値を損なうことは国民の信頼を失う原因となります具体例を挙げると友人様の進学先を学習院にしなかった たことで区内庁職員に多大な負担がかかっているという問題があります特にツイッターなどの sns で署名活動が行われ1.2万もの署名が集まったという事実は社会の反応がどれだけ強いかを物語っていますこのような背景を考慮すると秋篠宮子も一応立ち止まり今後の教育方針を再評価する必要があるのではないでしょうか世間の声や区内庁職員の負担も考慮し公平性を持って教育を進めることが求められます反論としてのり子様の教育方針には家庭の自由があるという意見 もあるかと思います確かに、家庭ごとに教育方針は異なるべきです。しかし、その一方で、国民全体に影響を与える立場にある秋篠宮家が特別な待遇を受けることは、多くの人々の不満を生むのも事実です。結論として、教育方針の透明性を高め、公平性を持った方法を採用することが、秋篠宮家にとっても、友人様にとっても、ひいては日本全体にとっても最良の選択であると考えます。今日の動画はここまでです。皆さんの意見や感想もぜひコメント欄でお聞かせください。それでは、 次回の動画でお会いしましょうありがとうございました